はい、ODS のインナーです。これで多分柔軟性が増すと思います。はい、このインナーの特徴としてはこう前に行く、ね、今までの補正姿勢がキュッと背筋を伸ばす方向ですけど、巻き肩にする方向でインナーマッスル、お腹のインナーマッスルを鍛えるという、鍛えるというかね、縮めるというやつです。はい、じゃあこれから戻るかな。前屈をお願いします。もともと柔らかい。じゃあこれ着てみてください。はい、助けを手助けを手助けを助けを助けてるよね。まあね、ちょっと重ね着してるからね。ああ、でもいい感じだね。でこの時に。このこっちの方をキュッと巻き方にして下に下げる方です。はい、いいですよ。はい、でまた前屈してください。そんな変わらない。変わった。少し変わった。少し変わったぐらいよね。ペタじゃない。ペタもっとこう映えないですね。それね、まあまあそれそれで。バンドついた方が。それはそれで、はい、こんな感じでいきます。でここ。ちょっとここに指入れて、いやここの隙間、これ二重構造になるんですよ。でここに X でこう下に下げるような、はいはい、そうそうそう。でここ巻き型にするイメージです。はい、でもう一度、いや前屈やってみて。ああだいぶ変わりましたね。はい、変わった、はい。こんな感じで。今まではこうすると肋骨が広がりますよね。それを閉じる方向で切るという今までにない画期的な ODS の商品です。ありがとうございました。